多くの営業マンを見てきて分かったことがあります。なぜ彼らはたったの数ヶ月で営業職を辞めてしまうのか。それは、セールスのことは俺に聞け。株式会社即決営業代表取締役の堀口です。今回皆様に営業初心者必見、営業の心構えとはというテーマでお伝えしていきます。皆さんは日々の営業活動をする上でどのような心構えをお持ちですか？何事においても全ての土台は心構えにあります。この心構えがしっかりしていないと何事も成功しません。すぐにめげてしまう、すぐに投げ出してしまう、営業という仕事から離脱してしまう、何でも中途半端で終わってしまう。どうでしょう、あなたは中途半端な人間ですか？違いますよね。今回の動画ではあなたが営業職をしていく上でどのような心構えを持つべきなのか、あと経営者の人や営業マネージャーの人は新人営業マンにどのような心構えを持たせておくべきなのか、この営業職の土台となる部分、心構え、考え方の部分を詳しく解説していきますので、営業初心者の方はもちろん営業マンや販売員、経営者や個人事業主の人にはとても参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あとあなたの成約率をアップさせるための3つの無料プレゼントをご用意してますので、こちらのリンクから即決営業公式 LINE 登録して3つの無料プレゼントを手に入れてください。3つの無料プレゼントの内容はこちらになります。1. 即決営業テンプレート7種、 2. 私堀口の企業研修音声データ48分、 3. 即決営業セールス入門未収録プレゼント用動画2対6対2の法則、こちらの3つを無料でプレゼントします。ぜひこの機会にこちらのリンクから即決営業公式 LINE 登録して、あなたの成約率をアップさせるための3つの無料プレゼントをゲットしてください。では行きましょう。即決営業、はい、よろしくお願いします。今回皆様に営業初心者必見、営業の心構えとはというテーマでお伝えしていきます。私はこの営業の世界に20年以上います。その中で多くの営業マンを見てきて分かったことがあります。なぜ多くの新人営業マンはすぐにめげるのか、なぜ彼らはすぐに諦めてしまうのか、なぜ彼らはたったの数ヶ月で営業職を辞めてしまうのか。それは、断られることに慣れていないからです。我々営業活動の多くは、断られることがほとんどです。100人の人に声をかけても、その100人全員がお客様になってくれることなど、ありえません。その100人の中から、2、3人の人が見込み客として上がってくるくらいです。千密という言葉があるように、チラシ配布やポスティングをしたとしても、1000枚のチラシをまいてその中からやっと3件の問い合わせ、反応が来るのが普通なんです。特に飛び込み訪問やテレアポなどでは、相手に断られるたびにいちいちめげていては仕事になりません。なので我々営業マンたるもの、断られたらどうしよう、断られることが怖いといった甘い考えは捨てて、断られることに慣れていこうという心構えをしっかり持って営業活動に挑んでいってほしいんです。例えばいつも我々即決営業 YouTube チャンネルを見てくれてる人ならご存知だと思うのですが、うちの会社の営業部長の乾は、家庭教師のテレアポをするときに相手から、塾に行ってるから結構です、興味ないからいりませんと断られるたびに、ああ、ついてると言って、またすぐ次の電話をかけるんです。断られるたびに、ああ、ついてると言って、また次の電話をかける。ガチャ切りされるたびに、ああ、ついてると言って、また次の電話をかける。彼を隣で見ててわかることは、彼は断られることに対して何とも思っていない。つまり断られることに慣れているんです。
あと、彼はいつも自分の部下に言い続けていることがあります。もし商談中に、このお客様は絶対に契約しない人だと分かったとしても、訴求をすることをやめてはいけない。訴求をし続けろということを言っています。契約が絶対に取れないと分かった場合には、契約を取ることから自分の成長に目的を切り替えること。諦めずに訴求し続けることが必ず自分自身の成長につながるんだという教育を部下にし続けています。人は慣れる動物です。繰り返し同じ刺激を受けていくと、必ず人はその刺激に慣れていくものなんです。なので特に営業初心者の人は、断られたらどうしようといった弱々しいスタンスは捨てて、断られることに慣れていこうという強い心構えを持って営業活動に挑んでください。その心構えがあなたの明日を作ります。即決営業。はい、今回皆様に営業初心者必見、営業の心構えとはというテーマでお伝えしてきました。この動画から何を感じてどう行動するかはあなた次第です。あなたが成功することを我々即決営業にも応援させてください。我々株式会社即決営業ではあなたの成約率をアップさせるための無料セミナーを東京新宿セミナールーム、大阪難波セミナールーム、ウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しております。今よりもっと大きな売上を作りたい、正しいセールスのやり方を学んでみたいという人は、ぜひ一度東京大阪ウェブでの無料セミナーに参加してみてください。こちらのリンクをクリックしてセミナー日程をご覧いただき、ご都合の良い日程を選んでお申し込みください。皆様無料でご参加いただけます。あとこの動画が気に入ってくれた人はいいねボタンに加えてコメント欄に即決と書いてくれるととても嬉しいです。それが我々即決営業メンバー全員への強い励みとなります。どうぞよろしくお願いいたします。セールスのことは俺に聞け。株式会社即決営業代表取締役の堀口でした。さよなら。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。